よー、偽物さん。さーて、そいつはどうかなあんた、この間の京都の町で会ったやつだろう。珍妙な格好してたの覚えてるぜ。うーん、騙せると思ってるんだ。ははははは心配するわ俺はお前が偽物でも本物でも構わないんだから。 帝がお前を嫁によこしたって事実があれば十分なんだよ。むしろ、お前が偽物だって天章院のバーバーに知られる方が厄介なんだ。バーバーだろうがまあもっとも、今はおねんねしているもう一人の俺なら、そんなことは言わないだろうがな。どうもしやしないさ。俺が出ている時は、 お優しい上様はここで眠ってるよまあ今夜はヤツが無理やり抱くのは嫌だと言いやがったからな代わりに俺がへえやっぱりかどうせ刑に入ったら俺を殺せと命令されてきたんだろう相手は後期かそれとも天璋院か <laughs> おめでたいヤツだな あいつは実の母親なんかじゃないしむしろ薩摩女にとっちゃ俺の将軍就任なんか邪魔でしかないんだよまあ目の上のコブってやつさ五卓はいいさてはあはあはうんーお前面白いな 普通その刀は俺に向けるもんだぜ気に入った抱いてやるよおいおい俺たちは夫婦なんだぜ冗談はないだろう俺たちの間に子供でもできたらあのクソババァもあいつに手出しできないだろうからなお前が偽物でも 和宮が産んだ子なら何だっていいのさすぐによくしてやるよあや邪魔するなややめろこの女は俺たちの命をお前は引っ込んでうるさいあっちへ行って 大丈夫ですありがとう